はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではクロノトリガー、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、盗まれてしまったね、あのゲートホルダーを取り返しに、この南の方にあるね、迷いの森と、あとこの先にある、恐竜人のアジトというところに行きまして、まあ、無事にね、ゲートホルダーを取り返して、この伊岡の村にね、戻ってきたところで、終了したんですけれども、なんかの一緒に戦ってくれたね、エイラは、まあ多分ここでお別れになっちゃうのかどうかは分かんないんですけれども、とりあえずね、なんか一旦パーティーから、まあ、外れた状態ですね。まあ多分エイラはこの村をね、今後もまあ守っていくんだと思うんですが、それとあと全然ね、気がつかなかったんですけれども、ドリストーンですね、まあいつの間にか手に入れてましたんで、まあこれがあればね、グランドリオンがまあ多分直せると思いますので、今回はボッシュですね、刀鍛冶のボッシュのところに、行ってみたいと思ってるんですけれども、この不思議山っていうところから来たんですよね。敵がいますが、まあ、戦っていきましょうか。まあ、ちょっとでもね、稼げればいいかなーなんて思うんですが。このゲーム結構戦闘できる場所がね、限られてるんで、まあうまいことね、経験値とかも稼いでいこうかなと思ってるんですけれど、これで倒せるかな。うん、お敵がいますが、こいつは魔法の方が効くのかな。サンダガーですね。そう、あと前回ね、アザーラっていう伊岡の村とかをまあ襲撃してた恐竜人がいたんですけれども、まあそれとはね、まあ戦わないで、まあそのままこうスルーというかね、まあ逃がしてしまったみたいな状態になっちゃったんですけれども、そのうちまた出てくるんでしょうかね。まあとりあえず今は元の時代にね、帰りましょう。これで倒せます。あ、倒せない。蹴散らないでガンガン魔法とか使った方が戦闘は早いんでしょうかね。うん、お、いっぱい敵がいますね。まあここはサンダガかな。反撃しちゃいましたね。まあでも多分サンダが一発でいけると思うんですけれども、どうでしょう。いけましたね。で、確かこの時代に来たばっかりの時にね、ゲートが崖の上にあったんですけれども、あれ、こっちじゃないな。ちゃんと戻れるのかな。あ、ゲートありますね。これは、あ、飛び降りますか。はい。あ、ちゃんと戻れそうですね。あ、そっか、このおじいちゃんがいる場所を経由しないと帰れないんですよね。ここかな。AD 千年メディーナ村、まあ、一応回復していきましょうか。おじいちゃんはなんか話変わってるかな。おお、ドリストーンか。懐かしい輝きじゃ。ドリストーンを扱える男か。今はメディーナとかいう魔族の村近くに今日構えておるぞ。ありがとうございます。ロボくんは、ロボくんはまあここで休んでもらいましょう。なんかちょっと
へこんでるみたいで可愛いですね。じゃあボッシュのところに行ってみましょうか。まあ一応材料的にはね集まったんで直してくれると思うんですけどね。魔族の人たちはセリフは変わってないですね。なんか怪しい儀式まだやってるんでしょうかね。あ、やってますね。うん。まあ、とりあえずここは無視して、ボッシュのところですね。ボッシュいます？あ、いた。おお、それじゃ。そのドリストーンがあればグランドリオンを修復できるぞい。しかし、グランドリオンといい、ドリストーンといい、一体どこで？ま、いいわい。ちょっと待って、俺。ちょっと待ってる間に、直しちゃうんでしょうかね。私も手伝うわ。あ、地下に降りてっちゃいましたが。どうやって直すつもりかしら。どうやって直すんでしょうね。今調べ物中じゃ。話しかけるでない。あ、失礼しました。特にこのドリストーンっていうか、ん？調べられなかったんですが、グランドリオンを修復するにはドリストーンを生成するだけでなく剣を活性化させる必要があるのじゃ。ほう。お主はドリストーンを生成してくれ。わしは剣の活性化を行う。わかったわ。このルッカ様に任せなさい。ルッカは何でもできちゃうんですね。あ、動かせますね。さて、忙しくなるわよ。この剣を活性化させるには一度は折れて力を失った剣の本体に再び命を吹き込まねばならぬ。あ、そうですか。よし、終わったぞ。ドリストーンを持ってきてくれんか。こっちも終わったわ。我々はただ見てるだけなのかな。始めるぞ。お願いします。話せなかったんですが、なんかイベントが始まりそうな感じ。待たせたの？あれ？もう、あ、完成してますね。こんな一瞬で。見るがよい。これこそがグランドリオンじゃ。すっごい。これがあのグランドリオン？あ、ちゃんと剣の形してますね。まあ、わしにかかればこんなもんじゃて。ボッシュやりますね。じゃあ、クロノ、早くグランドリオンをカエルさんのところに持っていきましょう。あ、そっか。これで一件落着じゃないですもんね。剣はな、使う者の心の在り方次第で、生命を奪う道具にも、救う道具にもなるものじゃ。使い方を間違えんようにな。はい。ん？あ、ショップというか買い物ができるんですけれども、結構いらない装備品がね増えてきたんで、まあ売っちゃいましょうか。ゴールドスーツもまあ多分使わないと思いますので売っちゃいましょう。ん？ストーンメットは全員装備してるんで、いらないですね。紅の剣。まあ、売っちゃいましょうか。まあ、買おうと思えばね、いつでも買えると思いますんで、売っちゃいましょう。
そういえばアイテムは、あ、グランドリオン、これは黒のは装備できます？あ、できませんね。カエルくん専用の武器なんでしょうかね、やっぱりグランドリオン。うん、まあとりあえずグランドリオン直してくれてありがとうございます。これでカエルくんのいる中世かなに戻れば多分いいと思うんですが、またこのタンスのねゲートを通って一回おじいちゃんのところを経由して中世に行くという感じでしょうかね。その輝き、グランドリオン、ん？グランドリオンで区切るのではなくグランドリオンなんでしょうかね。まあいっか、そいつを手にして魔王を倒さねばならぬ者が中世におるはず。お前さんたちでは扱えまい。うん、まあこんな感じでヒントをね教えてくれるんで助かりますね。違うな、不思議山でもなくて、あれ、ここかな。あ、そうですね、AD600 年トルース村裏山、じゃあ行きましょう。これでカエルくんにグランドリオンを渡せば元気になるんでしょうかね。ずっとなんか黄昏れてましたからね。いや、ここはもう何回も通りましたね。まあ経験値安いですけど一応戦っていきましょうか。ジャリバード、懐かしいですね。よし、で、はしご下って、で、出ると。トルース村とか、ちょっと寄っていきましょうか。あんた聞いたかね？現れたんだよ、ついに。伝説の勇者様がね。あ、セリフは一緒ですね。それで王様に会うため、城に向かったって話だ。いや、これで魔王軍もおしまいだなと。まあ、結局タータのことでしたね。セリフは変わってなさそうですね。この完成、この鐘の完成も近いんだが、国王軍が魔王軍に敗れてガルディアをも負傷された。鐘どころじゃねえやな。私はこのリーレの鐘が平和の世に鳴り響く、そんな日が来るって信じてるの。どんな時でも希望は失わないように。そうですね、まあここにね彩色兼備の娘さんいますけれども気がつかないのかな。グッズマーケットはまあいいか。うん、セリフは変わらないですね。じゃあカエルくんのところに行きましょうか。橋の状況も一緒かな。うん、一緒ですね。まあ、さーっと橋を渡って南に来たんで、カエルくんの住んでる森はこっちですね。まあ、一応戦っていきましょうか。まあサンダガで一掃しちゃった方が早いかな。効きますよね多分。全く効かなかったら笑っちゃうんですが大丈夫そうですね。
あ、そっか、こういう道中とかはロボを出して少しでも経験値稼いだ方がいいんでしょうかね。まあそれもちょっと面倒なんで一気にやっちゃいましょうか。まあ、結構ねこの魔法のエフェクトが長いんで、その間にこう喋ることがね特にないんですけれども、よし、まあとりあえず戦闘は OK ですね。こいつはいいか、カエルくん相変わらずなんかしんみりしてますが、またお前たちか。お、すごいびっくりしましたね。まさかこの剣はグランドリオン。はい。ん？少し考えさせてくれ。今夜はここで休むといい。相変わらずカエルくん暗いですね。で、お、なんかイベントかな？行ってしまうのですね、サイラス。ええ、そろそろ誰かがゴールデンフロッグのやつからあのバッジを奪い返しても良い頃かと。それに伝説の剣とやらもこの目で確かめてみたい。サイラスよ、お前はこの国にとって必要な男。また私とリーレにとってもかけがえのない友人だ。きっと戻ってくるのだぞ。これはなんか過去の回想シーンでしょうかね。命ある限り必ず、たとえこの身に何があろうとも。あ、このサイラスっていうのがもしかしたらカエルくんなんでしょうかね。行方不明って言ってましたもんね。それではこれにて。あ、サイラスと王女様は割とこう付き合ってたんでしょうかね。サイラス様、我ら王国騎士団一同皆団長の旅のご無事を祈っております。お前たちみんなに慕われてるんですね、サイラス。後のことは頼んだぞ。待たせたな。さあ行くとするか。これは誰？グレン、あなたも気をつけてね。グレン？グレンは初登場の人ですよね。今まで出てこなかったと思うんですが、王妃様もどうかお元気で。サイラスのお供の人かな。お、なんか戦ってますね、サイラスとグレン。この勇者のバッジが欲しくば力ずくで取ってみよう、王国の騎士グギア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 ひどい喋り方だな。無論そうさせてもらう。行くぞ、 G フロッグ。ニルバーナスラッシュ、はぎゃー。やりやがったらこの野郎なんでい、こんなバッジを覚えてやがれよ、畜生め。で、うわ、危ない、グレン。サイラス、剣が、グランドリオンが、ビネガー、ギャハハ、どうした、もう終わりなのか。伝説の剣が折れてしまっては手も足も出まいが。あ、
ここでもうグランドリオンっていうのは壊れちゃってたんですね。なるほど。まだだ。さ、サイラス、俺はもう。聞け、グレー。俺が奴らの足を止める。その隙に、お前だけでも逃げろ。しかし、このままでは二人ともやられる。行くんだ、グレン。あ、後ろにいるのが魔王なんですね。余裕だな、サイラスとやら。人の心配などしている場合か？いいか、グレン、行くぞ。うおー。ああ、やられちゃいましたね。さ、サイラスー。逃げろ、グレン。王妃を、リーネ様のことを、頼。さ、サイラス。めっちゃめちゃ燃えてますね。サイラスー。あれ？っていうことは、サイラスはカエル君ではないのかな？ふん、どうした？貴様は来ないのか？よへへ。蛇に睨まれたカエルってとこだな、若造。魔王様、どうです？この腰抜けを似合いの姿に変えてやるってのは。ふ、よかろう。我が前に立ちはだかる者は一人残らず消す。あ、うわあ。グレンがカエル君の正体なんでしょうかね。ぐわー。あ、崖から落っこっちゃいましたね。ギャーハハハ。いいくじなしの虫けらめが。で、黒の太刀ですね。あれからもう10年にもなるか。あ、10年前の話。結構昔でしたね。やれるか、この俺に、サイラス。あ、やっぱりグレンがカエル君なんでしょうかね。起きろ、黒の。俺にどこまでやれるのかわからないが、行ってみよう、魔王城へ。奴は強いぞ。覚悟はいいか？はい。サイエンスの前に敵はないわ。悪い奴には負けないぞ。マールは相変わらず軽いですね。ん？あ、クロノとカエルくんが固定メンバーで、もう一人誰かを連れて行きなさい、ということらしいんですが。ま、とりあえず、マールでいいかな。あ、カエルくん、仲間になりましたね。カエルは？カエルはというか、カエルくんは、あれ？グランドリオンは装備できないのかな？アクセサリーはありますが、あ、防具とか全部売っちゃいましたね。失敗しましたね。まあ、とりあえず戦ってみましょうか。カエル君は強いのかな？ちょっと試しに普通の攻撃をしてみましょうか。58か。ちょっと力が弱いのかな。うん、
なんかアイテムというか装備品は買っておいた方がいいのかな。まあ、ちょっとグッズマーケットとか覗いてみましょうか。あ、そっか、回復しちゃうんですよね。まあ、とりあえず戦っちゃいましょう。お、マールがレベルアップ。まあ戦っちゃいましょうか。ここはもうサンダガでやっちゃいましょうか。ベロロン、ベロで舐めて、ん？味方単体に回復。ベロロン斬り。なるほど、技は一応使えそうなんですが、まあとりあえず戦闘をしちゃいましょう。まあ魔王と戦うことになると思うんですけれども、ちょっと今のままではカエル君が弱っちいですからね。グッズマーケットとりあえず行ってみて、装備品があるかどうかを確認しましょうか。あ、ゴールドスーツとかは、カエル君は装備できますね。パレポリベレーは無理。なるほど。あれっていうか、どこに行けばいいんだろう。カエル君一応仲間になったんですけれど、魔王を倒しに行くわけなんですが、この人たちはセリフは変わってないかな。まあ、一応怒って、魔眼窟、確か以前立ち寄ったんですけれども、崖で何にも先に行けなかったんですよね。ん？魔王？あそこの岩がぽっかり口を開けて中に魔物が入っていくのを見ちゃったよう。でも触らぬ魔王にたたりなし。あ、そういえばなんか魔王は東の方にいるって誰かが言ってたような覚えがあるんですが、誰が言ってたのかは忘れちゃいましたね。あとはまあ魔眼窟ですね。まあ、その前にカエル君の装備をどうにかしたいんですけれどもね。ターター親子はセリフは一緒ですね。フィオナは何か知ってるのかな。あ、夫のマルコを今でも待っていると。あ、そうだ。カエル君仲間になったんで、時の最果てにいた、魔法を教えてくれる、なんとかっていう、なんか可愛らしいね、やつがいたんですけれども、そこに行ってみましょうか。カエル君魔法使えるのかな？まあ、とりあえず、普通に戦っちゃいましょうか。
とまずはゲートの場所に行ってみて、まあ、とりあえずね、あの時の最果てに戻りましょうか。で、一応おじいちゃん話聞いておきましょう。おや、変わった客人だ。あんた中世から来なすったか。あ、それだけ。ルッカとロボくんはちょっとお休みしてもらって、あ、そうそう、スペッキオですね。これはまた変なの連れてきた。こいつカエルだけに水の力持ってる。あ、魔法使えそうですね。はにゃはら減ったみたい。ちょっと扉に隠れてて見えなかったんですが、カエルが魔法を使えるようになった。うん、じゃあ試してみましょうか。カエルくんの魔法をとりあえず見たいんで、まあ多少ダメージ食らっても OK として、ウォーターかな。どんな感じでしょう。なんか強いのか弱いのかちょっとわかりませんが、とりあえずちょっと瀕死なんで回復しちゃいましょう。うん、まあこれで OK かな。まあ、一応ウォーター使ってみて、まだ連携は使えなさそうですよね。あ、結構ダメージでかいな。あ、違う、サンダガ、サンダガを使いたい。アイスガも使ってみましょうか。うわ、カエルくんが瀕死。まだスペッキを倒せませんね。こんなに強かったでしたっけ。ちょっとまずいぞ。あ、カエルくんがカエルくんやられちゃいましたね。まあいっか、多分まあすぐにね生き返ると思いますんで。まあとりあえずカエルくんが魔法を使えるように。うわ、クロノがクロノもやられちゃいましたね。これはちょっとまずいぞ。で、とりあえず回復をしたい。危ないな。回復足りないか。まあアイテム使ってもいいんですけど、あ、全滅しちゃいましたね。ふふん、俺の勝ち。新しい仲間できたら連れてくる。おめえら面白い。やっぱりナメプは良くないですね。思わぬ全滅をしてしまいましたが、まあ OK でしょう。で、ここですね。あのエイラがいた井岡の村に行って、あのルビーベストでしたっけ、あとストーンメット、まだ多分ブツブツ交換できると思うんで、とりあえず行ってみましょう。ちょっと戦闘は回避。ここ当たっちゃうかな。わ、いっぱい来ちゃいましたね。技サンダガ、あ、そういえばなんかいつの間にか戦闘の BGM が戻ってるような気がしますが、いつ治ったんだろう。これで全滅
させられないですね。うん、これで OK。 お、カエルくんレベルアップ。アイスウォーター、刃の滝、まあ、機会があれば使ってみましょうか。ちょっと先を急ぐんで、また戻ってきましたね。ブツブツ効果まだやってますかね。あ、忘れちゃいましたね、組み合わせ。花びらと羽かな。あ、違いますね。牙と羽と角と羽。牙と角を羽と交換すればいいのかな。牙と羽で、角と羽。まあ、カエルくんが装備できるかどうかは分かんないんですが、装備できます。あ、できそうですね。多分現時点で手に入る装備品で一番強いのがこの2つだと思うんですよね。アクセサリーもなんか変えておいた方がいいんでしょうかね。グランドリオンのクリティカルアップ、ただグランドリオン装備できないんですよね、まだ。カエル君に渡したのはいいんですが、装備できませんね。ではまた戻りまして、まあ中世のどこかに行けばいいんだと思うんですが、魔王は東の方にいる魔岩窟っていうところなんでしょうかね。まあ、とりあえず行ってみますか。いて、あれでもカエルくんなんか剣装備してますよね。これはグランドリオンではないのかな。あ、でもそれなりに強いな。よし、X 切り、あ、使えそうですね。あ、敵単体か。敵単体ですね。まあ、一応使ってみましょうか。効くのかな。お、536、めっちゃ効きましたね。まあ、とりあえずこれで勝てるかな。これは買わせないかな。ちょっと無理っぽかったですね。今度は X 切りを使ってみましょうか。ん？反撃しちゃいましたね。ん？ X？ マイチモンジになんか切ったような気がするんですが、まあいっか。おお、いっぱいいますね。ここはもうサンダガでやっちゃいましょう。まあこれで全滅はさせられると思うので、ですね。
あ、アイテムありますね。全然気がつきませんでしたが。バーサクリング。バーサクリングはいらないかな。これは、あれですよね。操作不能になっちゃいますもんね。一応なんか、オートバトル的な感じになるんでしょうかね。まあ、結構このゲーム、敵の属性とかによってね、攻撃を変えないといけないみたいなんで、オートはやっぱりまずいですよね。まあ、一応回復して、あ、セリフは変わらない。やっぱり中世のどこかに行かないとまずいと。なんか小島の方にどうのこうのって誰かが話してたような覚えがあるんですけれども、まあ戦闘になっちゃうのはしょうがないとして、まあここはでもノーダメでいけるかな。うん、 OK ですね。で、この2人は無視して、一応話聞いていった方がいいんでしょうかね。同じかな。セリフは変わってないですね。東の小島っていうのはここのことかな。この右の方にある島でしょうかね。まあ、ただ行けないんで、あと行けそうな場所はないですね。やっぱりここかな。マガン窟？なんかイベントですね。そう、ここから先行けないんですよね。ん？わーん。ん？この緑色の髪の少年は、さっきのグレンかな？お前ら。やべえ、サイラスだ。逃げろ。あ、さっきの回想シーンよりさらに、過去の話っぽいですね。ヒック、ありがとう、サイラス。ヒック。グレン、男はな、立ち向かっていかなきゃいけない時もあるんだぞ。あ、サイラスとグレン。こんなちっちゃい頃から知り合いだったんですね。でも、ぶたれたら痛いよ。あいつらだって。優しすぎるよ、グレンは。お、ここはゼナンの橋かな。なあグレン、俺騎士団に入ろうと思うんだ。やっぱり君ならきっと立派な騎士になれる。僕が保証するよ。お前も一緒に来ないか？僕には無理だよ。そうかな。剣の腕はお前の方が上だと思うんだがな。まあ、確かにカエル君強いですからね。ダメさ、僕は。実戦だときっと震え上がっちゃうよ。お、なんか青春してますね。あ、そしてさっきのシーンですね。うわー。
やっぱりグレンがカエルくんかなですよね、やっぱりね。これは勇者バッジでしょうかね。あ、カエルくんは気がつかないんでしょうかね。あ、ちゃんと流れてくるんですね。なるほど。バッジ。勇者の。まあ、サイラスの置き土産みたいな感じなんでしょうかね。グランドリオンをよこせ。ザク。あ、我が名はグレン。サイラスの願いと志、そしてこのグランドリオン、今ここに受け継ぎ魔王を撃つ。お、ついにカエル君がグランドリオンを手にしましたね。おお、すごいな。これがグランドリオンの力なんでしょうかね。おお、爆発。ああ、なるほど。これで先に行けるようになるんでしょうかね。かっこいいな、カエルくん。ああ、洞窟入っちゃいましたね。洞窟に入っちゃいましたが、出られます？あ、行けそうですね。一回出ましょう。一回出まして、まあ、時間もね、結構、もう47分やってますんで、まあ、とりあえずね、今回はここでセーブをして終了したいと思います。ここかな？はい。戦え、グランドリオン。なるほど。うん。カエル君の正体はサイラスではなく、グレンというね、なんか青年だったみたいなんですが。まあ、とりあえずね、キリもいいので、今回はこの辺で終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。